プリンセス。あるところに夢見る者たちの訪れる美しい国がありました。そこに住む人々は聖女の祈りの力によって、それはそれは平和に暮らしていました。ところが、聖女が茨の塔を訪れたある月のない夜のこと、暗雲が空に立ち込め、世界は一晩のうちに謎の呪いに覆われてしまいました。呪いを受けた茨の塔は聖女を閉じ込めたまま、巨大な塔へとその姿を変えました。人々が恐れ戸惑う中、一人の旅人が小さな妖精と出会うところから、この物語は始まります。私はエインセール。見ての通りか弱い妖精です。あなたは何とおっしゃるんですか？へえ、素敵なお名前ですね。ところで、こんなところで一体何を？この辺りは霊の呪いが蔓延していて、とても危険ですよ。迷い込んでしまわれたのなら、近くの村までご案内しましょうか。というか、また襲われたら私困っちゃいますし。お願いします、私のこと村まで連れて行ってください。
それにしても物々しい雰囲気ですね。今日は各地の代表であるお姫様たちが今後について話し合いをしていたはず。おやおや、あちらで何か揉めているみたいですね。ルクレティアはあなたの姉だろう。心配ではないのか。心配？バカバカしい。民の不安を解消する方が大切だ。民の不安はルクレティアが茨姫が呪いによって眠っていることが大きい。混乱を収めるためにも彼女を目覚めさせる方法を探すべきだ。その間民が待ってくれると大思い。このままでは不安は深まるばかり。民には先導者が必要だわ。でもそれは姉上でなくてもいい。貴様、それはどういう意味だ。ご想像にお任せするわ。私は私の道を行くだけ。ごきげんよう。待て、アンネローゼ、話はまだ。ってば、最近ピリピリしてて怖いよ。私が力にならなくっちゃ。難しいことはわからないけど、私はアンネ姉さんについていくよ。世界なんてどうだっていいの。シンデレラさえ幸福でいてくれれば。結論出なくてぐるぐる。試合にならないよ。オズ先生はだんまりだし、困ったな。会議って難しいのね。平和を望んでいるのは同じなのに。こじれにこじれてますね。ご存知の通り、世界の均衡を保つ聖女茨姫ルクレティア様が呪いに倒れてから、謎の呪いは各地に広がって世界は絶賛大混乱中なのです。世界がこの状態ですから、お姫様たちもみんなピリピリしていて。大体あなた、あの危険な茨の森で何をしていたんです。え、塔を探していた。というと、茨の塔のことでしょうか。でもでも、あそこは…いえ、命の恩人の頼みです。ご案内しますよ。この先が茨の塔、シピリカフルーフですよ。お探しの塔はここですか。残念ながら、私たちでは中に入ることはできません。塔の内部は呪いが濃くて、資格のないものは立ち入り禁止なのです。ふむふむ、夢の中で誰かに頼まれた。あなた、どこから来たのですか。この近くじゃありませんよね。私たちが出会ったあの森の奥には、呪いで閉ざされたことハイルリーベしか。まさか本当にあの町から。自力であの呪いに打ち勝って。だとするならば大事件です。オズバルト様にご報告しなければ。とにかく一緒に来てください。
何か重要な知らせがあるようだね。呪いによって全てが眠ってしまったあのハイルリーベから。はじめまして、僕はオズバルト。全てを見届けるものだ。オズバルト様はここにいながら何でもお見通しなんですよ。そうでもないさ、見えないことも多い。しかし君が見た夢はただの夢ではないかもしれないな。ではやはり茨の塔から呼ばれているということですか。さあ、そこまでは。何かの思念をたまたまキャッチしただけかもしれない。ですがこんなことは前代未聞です。そうだね、塔が呼んでいるというのなら君は塔へ行く運命なのだろう。ふん。さて、騎士になりたいのなら君は僕にその力と覚悟を見せる必要がある。まあ、全員を騎士にするわけにはいかないから、そういうことになっているんだ。何？君が運命に導かれているのなら、きっと成し遂げられるはずだ。試験のクリア条件は、茨の森へ行き、ある魔物を討伐することだそうです。ちなみに試験のクリア条件はクエストアイコンから確認可能ですよ。一緒に頑張りましょうね。ところで頭のそれ脱がないんですか。お顔見たいですね。撮ってくださいよ。合格目指して頑張りましょう。レッツゴーと行きたいところですが、武器が少し心もとないですね。私の持つこの導きのランタンは行きたい場所を指し示すだけでなく、どこか別の空間から武器や防具をこの世界に導くこともできるのです。とにかく一度試してみましょう。メインメニューからガチャを選んでみてください。武器を導くにはこの国の通貨であるビスラや特別な宝石である希少石が必要になるので気をつけてくださいね。さて、強い武器を手に入れても装備しなくては意味がありません。メインメニューから装備で装備メニューを開けます。装備を変更するときは装備メニューで変更を選んでください。準備ができたら出発しましょう。この森のどこかにエンカウントシンボルがあるはずです。その魔物をやっつけるのが騎士試験の合格条件ですよ。画面をスライドすると周囲を見渡せます。道に迷わないように進みましょう。
獣、あんなに凶暴だったでしょうか。それにこの霊気、なんだかゾクゾクしてきちゃいました。早くオズバルト様のところへ戻りましょう。戻ったか。試験は無事突破できたようだね。はい、それはもう結構なお手前で。いいだろう、合格だ。君を騎士と認めるよ。騎士は特定の姫に仕えることになっている。君も仕える姫を探すといい。そうだ、エインセール、しばらく同行して手助けしてあげなさい。はわー、もちろんです。このエインセールにお任せください。君は妖精に好かれるタイプのようだ。きっと役に立つから、エインセールを頼むよ。ところでエインセール、茨の森の様子はどうだった？なんだか寒くて魔物が凶暴化していたような。やはりそうか。このところ各地で謎の霊気とともに魔物の増加や凶暴化が見られている。彼女の仕業だという噂もあるようだけれどね。そんな、あの方が手を引いているということですか。落ち着きなさい、あくまで噂だよ。世界は混乱の底にある。正直僕にも全てを把握するのは難しい。おそらく君はこの先それらを知ることになるだろう。導かれし者よ、は良い騎士だ。運命の祝福が与えられる。ところで、使えるお姫様はもう決まっているのですか？今日は各地のお姫様が集まっています。早速